こんにちは、サラリーママです。今回は国産オオクワガタが羊化する様子をね、撮影できたので10倍速でお送りしたいと思います。撮影には1時間ぐらいかかってて、10倍速でもね結構ゆっくりなんで、これさらに2倍速にして見ていただいてもいいかもしれません。この子は岡山県産のオオクワガタで、近視1本でここまで来てくれました。なんでね、ちょっとちっちゃいサイズだとは思うんですけど、ご覧ください。
無事に溶化できました。足がね一本向き気になるんですけど、ここからねさらにまた羽化の動画も撮れたら上げていきたいですね。今回こんな感じで終わりたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。では。